アレクサンダーボールドウィンの砂糖生成工場プーネネはアメリカ合衆国ハワイ州マウイ島中部にある土地の名前。名称はネネの丘の意味。現在の住民は約50人。かつてはハワイで盛んに行われた砂糖キビ栽培地の一つで日系人も多く働いていた。アレクサンダーボールドウィン砂糖博物館があり、これは アレクサンダーボールドウィンのハワイ商業、佐藤製造志会社の監督者の住宅アートである。またプーネネスクールもあって、日系人でこの学校の教師を務めた、総一坂本が、佐藤キビ栽培地の水路を利用して、日系人その他の子供たちに、水泳のインターバルトレーニングを行い、多くの全米選手権者、オリンピック選手を育てたことで有名で、彼は、フロリダ州にある、 国際水泳の伝道入りをしている。この学校跡はアメリカ合衆国国家歴史登録財としてハワイ州から登録されている。2016年までプーネネにはハワイ唯一の商用のサトウキビ農園がアレクサンダーボールドウィンの農場として残ってが同年12月で廃業されて同時にハワイでの商用サトウキビ栽培は途絶えた。ありがとうございます。